ふう、再開していくぜ。この上だね。なんかついに物語の核心へ迫ってきたっていう感じがするけど。さてさて、なんかないのか？なんもなさそうだな。なんだいその座り方は。ようこそ勇者ご一行、魔王の城へ。いよいよ最終決戦ってか？腑に落ちぬところは多々あるがな。知ったことか、ご招待いただいたのだ。受けなければ男であるまい？なあ、肉汁。変なところで。まあね。知ってていいとこ、知ってていい男知らぬは三下がいいところってな。とにかくだ。何のつもりか知らねえけど。追い詰めたぜ、魔王。追い詰めたか。何がおかしいんですか？この後に及んで余力を隠しておいたってオチはあんまりだぞ。まさか本当に追い詰められているんだからそんな心配いらないわよ。まさか完璧なはずの私の計画がこうまでね。計画だと。とりあえずあなたたちに与えられた魔王討伐の旅。いえ、この絵本の結末は譲るわ。あなたたちの勝ちよ、肉汁。どういうことだ？やったー！無邪気ね。あなたたちいいですよね。魔王本人に敗をしまい、そう言われて終わる魔王討伐がどこにあんだよ。何を企んでいる、ガネット。企むのはもうやめたってことよ。全部あなたたちが狂わせたから。いいえ、あなたたちも狂わされた側かしら。そう。肉汁とどの方の馬の骨だかもわかんない第三者どもにね。電波もここまで来ると不愉快極まりないな。オタクはもういい、小細工もだ。我が輩たちが望むのは、貴様との勝負のみ。来い、ガネット。教えてあげるわ、キーガン。あなたの正体。あなた自身も知らないあなたたちの真実。何よ？あなたは、あなたたちはね、絵本の魔王、作り出された存在。どういうことだ、それは。たった一人の人間のために、たった一人の物語のために生まれた、登場人物の一人。いい？キーは、この世界はね、絵本なのよ。なんだと？なんだって？どういうことだい？え、何？セーブポイント？セーブするけど。どういうことなの？あるところに世界がありました。世界は恐怖に包まれていました。魔王。世界はたった一人の魔王によって支配されていました。恐怖と絶望による絶対支配。放たれた多くの希望は塵。あまねくは未来への悲観のみ。その世界は死んでいました。ゆっくりと確実に死んでいきました。そんな世界に一人の少女がいました。少女は魔女の家系に生まれました。幼い頃から才能にあふれ、絶望の世界においてなお希望を持った少女でした。ん、それがガネットってことか。ん、肉汁と誰だ。少女と魔王は出会いました。その世界の魔王ってのが肉汁なのか。出会いというにはあまりに一方的で、出会いというにはあまりに残酷。少女の村は魔王の手により滅び、少女は一つの選択を求められました。ふむ、人間にしてはなかなかの魔力だ。使えるかもしれんな。女、貴様は運がいい。ついてこい。私、これがガネットってことか。慈悲などではなく、ただ使えそうだったから。従いたかったわけではなく、ただ生きたかったから。魔王は肉汁と言いました。少女はガネットと言いました。
ただただ絶対的な支配、力による支配、逆らう者もそうでない者も次々と死んでいきました。火は燃えました。家は崩れました。何も変わらない光景。ただ変わっていったのは、肉汁様、この間私が立案した計画ですが。ふむ、いいだろう、許可する。ありがとうございます。これがなんか途中で入ったイベントにつながるのかな。身に余る光栄です。世辞はいい、ただ結果を示せ。お前ならできるだろう、ガネット。はい、あなた様の思うがままに。それは狂気、それは歪み、それは恋でした。故郷を焼かれ、家族を焼かれ、少女がたどり着いたのは、絶対的なる力に対しての愛情。突然、いつだってそれは突然でした。少女が全てを失った時も、何かを得た時も、そして今回も突然でした。何があったんだ。許さない。言い返してくださいよ。殺してくださいよ。なんでそうなっちゃったんですか。おかしいわよ。以前までのあなたなら、魔王肉汁だったら、私を殺してた。記憶を失ったってことか。すまない。やめて。謝るあなたなんて見たくない。すまない、ガネット。俺は、やめて。魔王であることを、やめる。どういうことだ。どういうことだい、これは。その日、魔王は死にました。ただの人になるという肉汁。突然でした。残虐にして傲慢、そして力の象徴であった彼は、その日確かに、ガネットの中で死んだのです。肉汁は魔王であることをやめ、人間に降伏することを告げました。降伏なのか。人間側が優勢だったっていうことか。それとも何かに嫌になってしまったとか、何か別の思いがあって魔王を辞めたってことなのかな。その時の彼はただの人でしかなくて、少女はただ涙したのです。おお、誰だ。間もなくです。ガネットが全てを知ったのは、そこは隠れ座と心当たりがありました。魔王肉汁が久方ぶりに自ら出陣し襲った隠れ座と、滅ぼしたと聞いたその村に肉汁と少女がいました。はぁ、恋に落ちたとかそういう類の話か。こりゃガネットも荒れるわな。やめようと思う。何よ、魔王。俺は人になれるのか。もう人だよ、肉汁は。そうか、そうだよ。ありがとう。名前は出ないのか。すべて、すべてガネットには理解できました。目の前の少女が全てなのだと。これは辛いな。思えばゆえに。愛さなければ憎しみきれないから。ゆえに少女は魔王に恋をした。恋から覚めた少女が憎んでしまったのは自然の断り。12時の鐘の響きとともに魔法は解けて、
ガネットは行動しました。どうしても行かれるのですか。ああ、人間の城なんかに魔王が行けばどうなるか分かっていますよね。ああ、どうしても償いきれないとしても、それが俺の贖罪だから、あの子のせいですよね。なぜお前が。それは魂砕きの魔法、名前の通り人の心を殺す魔法。魔王の心は砕かれました。ガネットのせいだったのか。背後から油断の一撃、強力な魔王といえどもひとたまりもなく、魔王の魂は死にました。永遠の眠りについた魔王肉汁、穏やかな眠りの中でガネットは行動しました。すべてを焼き払い、すべてを殺戮し、最後に残ったのは魔王のムクロとガネット自身。悔しい。めちゃくちゃにしてやった。あなたがやろうとしたことだものね。悔しいわけないよね。それって悔しいな。ねえ、返してよ。あなたが奪ったもの全部返してよ。返してよ。あなたを、魔王肉汁を返してよ。すべてを失ったガネットは、最後の最後で彼女が求めたのは、失われた魔王肉汁の魂。けれど、魂は砕かれて、失われたものは戻りません。ならば、作ればいい。彼の歩んだ道を、作ればいい。一から、すべてを、舞台も、役者も、シナリオも、演出も、魔王肉汁の人生すらも、すべて作り出して、一から魔王を作りましょう。魔王肉汁を、彼の魂を。それでこの世界っていうことか。むむむむむむ。それがすべて、この世界ができたたった一つの理由。そんな、それって私たちが肉汁。この世界はすべてあなたのための世界。あなたのために私が書いた絵本の中で起きている物語、作り物の世界。この世界はあなたの誕生のための世界だった。すべての事件も、すべての住人も、何もかも魔王肉汁誕生のためのそれだけの世界だった。シナリオ通りに、私が定めた魔王討伐のシナリオ通り、すべてが進んでいれば、あなたが道筋をたどってくれれば、魔王肉汁は誕生していた。でもあなたは運命をすべて壊してしまった。魔王誕生のためのシナリオは狂った。今ここにいるあなたは魔王肉汁なんかじゃない。魔王を殺しに来た騎士団長、真実を知ったマリオネット。つくにしても胸クソ悪い冗談だな、ガネット。俺たちがてめえに作られた人形だったってのか。まあそうだよな、リュウカたちにとっちゃそれ信じられないことだよな。それどんだけ膨大なエネルギーを使ったらこんな世界が出来上がるっていうんだよ。これ創造主の手を離れた創作物が生きているとするならね、定義の問題だというのか、我々の存在が。そうよ、例えば賢者ケイト、大元のシナリオだとあなたは北西諸島で死んでいるはずだった。何、全てはシナリオ、魔王肉汁が生前歩んだ道のりの再現。私が心を砕いた魔王肉汁の記憶から読み取った少々のアレンジを加えたストーリー。彼もまた自分勝手な王族のために、自由奔放な魔王を討伐するための旅に出ていた。それからどうして魔王になってしまったんだ。そしてリュカ、ナナリー、ケイト、あなたたちのオリジナルともいえる存在を仲間につけたわ。けど旅の最中、あなたたちのオリジナルは、ああそういうことか。それで魔王にってことなのか。
仲間を失い、それでも使命に駆られて旅を続けた魔王ニクジル。チャランポランな魔王を倒して、いい加減な人間たちを救った。あーくそー、手が滑って大事な一文飛ばした。くそ、後でちょっと一時停止してみてください今の。そして魔王ニクジルが誕生した。この物語はその魔王誕生の奇跡の再現。さながら私はリピーター。おかしい？それはどうかしら？おかしいのは果たして私なのかしら？何かがおかしい、狂った世界、この世界。それはね、肉汁。あなたが世界を愛することなんかないように狂わせたのよ。守るに値しない住人たち。これもあなたが守りたいとなんて思わないように。そういうことだったのか、あの腐った住人どもは。最後の最後、すべてを失ったあなたに最高の絶望を味わってもらうため、順調だった旅も目的が明確だった旅もおかしいの。さて何がおかしいのかしらね。嘘だろ、そんな。全部魔王誕生のためのためだった。そのためのシナリオだった。平和な村もシナリオだったのか。あれ、魔王キーは本来の静止には登場しない。あなたをわざわざ書き加えたのも無意じゃない。肉汁に魔王という存在を強く認識させるための鎖である。いざという時はあなたの死によって覚醒させるための保険でもあった。なのにあの始末、この結末、台無しよ。もう全部失い、私の計画はついえた。だからね、もう終わり。この馬鹿げた物語、ここで終わらせるわ。世界を壊す、間違えて積み上げた積み木はちゃんと崩さなきゃ。この世界を作ったのは私。だから、壊すのも私。当たり前でしょ。最後に、肉汁。愛しいあの人の体をした。あの人になるはずだったあなたに挨拶をしたかった。だから、さようなら、肉汁。おい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 、黙ってやられるほど、って言うたいところやけど、この世界の創造主たるガネットさんに勝てるとも思えんのやけど、これ。創造主だかなんだか知らねえが、これ以上貴様のヨタ話聞くにも値せんわ。キーは我が輩が作られた存在だ。この世界が貴様に作られただ。少子も千万つくづく笑わせてくれるわな。我が輩は、我が輩たちは誰かのために存在してなど乱じておらん。我が輩だ、我が輩のために生きている。それだけは誰にも否定させん。たとえ相手が神だとしてもだ。だからというわけではないがな。気になどやむなよ、肉汁。あの女の言うであれごとなど笑い飛ばしてやれ。我が輩たちはここに生きている。そうさな、誰かに作られた、何のために生まれたかも大して興味ねえや。俺はこの世界に生まれてここにいるんだ。こうやって生きてお前の横に立っているんだ。僕も同じです。誰かに言われたからじゃない。みんなのことが好きだから、肉汁くんが好きだからここにいるんです。ま、肉汁のために私が生まれたなら感謝したいな。お前に、お前のおかげで面白い世界に生まれることができたなあ、肉汁。ありがとう、みんな。ほらまた、そうやって姿勢を立て直す。決してくじけない。ほんと嫌になっちゃう。どうしてこうなっちゃったのかしらね。どこで間違ったのかしら。なんであなたを、な、に、二回も殺さなきゃいけないのかしら。ちょ、なんだと、おい。ごめんなさい、肉汁。あなたのこと好きだけど、愛してるけど、でも今は邪魔なの。だから、私もすぐ行くからね。ちょ、これ、どうすんだよ、これ。とても勝てる相手じゃねえぞ、これ。状況を見ろ。てめえこそ見ろよ。そこに倒れてんのは誰だよ。俺たちの仲間だろうが。話しやがれ、ケイト。ダメだ、相手が創造主だとするなら、一矢報いることも叶わぬのだぞ。無駄死にだ。てめえが決めることか、話せ。あなたにかけた魔法は皮肉ね。前の魔法を肉汁にかけた魔法、魂砕きの魔法。結局前と同じあなたの魂を壊してしまった。でもね、寂しくなんてないから、すぐにみんなそっちに行くから。だからおやすみ、肉汁。おいおいおい、肉汁よ、おい。油断したらガネット。
何？なんだって？あんだってこれ。肉汁さんめっちゃかっこいいんですけど。そんな、なん？肉汁の魂は確かに壊したはずなの。いやあれよ、前から君は爪が甘かったものね。だからこそ、おやおやおや、僕が爪つけ込む隙ができた。あれは肉汁くんじゃない。まさかお前は魔王肉汁、本物だっちゅうことかい。これあの魔王肉汁か。あなたは私で か壊したはずじゃない。確かに魔王肉汁は死んだよ。言うなれば僕は残りかす。君に砕かれた魔王肉汁の魂、その一かけら。僕は魔王肉汁だったもの。すべての決着をつけに来た。どういうことだ。ガネットに砕かれた魂はほとんど消滅したか、壊れてしまった。ほんの少し、わずかに生き延びた魂は仮死状態の肉体に留まって、チャンスを待っていたのさ。そう。彼の今までの旅をしていた、騎士団長肉汁、彼の体の中で眠りながらね。彼の体の中で待っていたってわけね。私に復讐する機会よ。復讐か。そう呼びたければそう呼べよ。だが僕はだが僕は終わらせに来た。僕が始めた憎しみだ。終わらせるなら僕の手で。傷が深すぎる。おまけに相手はあの魔王肉汁。何の冗談よ。邪魔よ。ガネット。ガネットさーん。女のヒステリーはほんと怖いで女のヒステリーはほんま怖いで。これどうなったい。あら、またセーブしますけども。お、おい、ゆか、うん、なんだい、どうなったんだい、つまりどうなったんだい。あれ、肉汁がおらんじゃないか、これ。肉汁くん、俺だよ、ナナリーだ。おはよう、ナナリーちゃん。肉汁はどうなったんだ。夢だよね、あんなの全部。リュウカ、僕たちの世界が作り物で、肉汁くんねえ、やナナリちゃん、あの人わかんねえ。気づいたら俺とケイト、それにお前の3人だけがここに倒れてた。ガネットががむしゃらに払った最後の一撃、あれは前俺がテンパってお前らにかけた魔法によく似ている。おそらくは違う世界に飛ばされた。そしておそらくここはガネットと魔王肉汁が元いた世界、言うなれば絵本の外の世界ということになるだろうな。ああ、そこの本の絵本を読んでみたよ。あの本に記されていたのは紛れもなく私たちが元いた世界、ガネットの絵本の世界そのものだった。つまり我々が今まで生活していた世界は、そこにポツンと置いているちんけな絵本の中だったという、そういう話さ。でも絵本の外に出てこれたなんてすごいじゃないか。それは絵本のストーリーの中には私やナナリ、お前も組み込まれていた。その大半は狂っていたが、だが最後の物語の最後、エンディングのパートだけが強引に書き換えられている。哀れな魔女の計画は失敗し、魔女は世界を滅ぼすことを決意した。燃え盛る世界、もはやダメでも飛べる術を持つ者もいらず、すべての命は死に至る。燃え尽き、魔女自身の身すら朽ち果てて、狂った絵本の世界は終わりを迎えた。めでたしめでたし、俺たちの世界がガネットに滅ぼされたってのか。書き換えられた後を見るに、おそらくはこれから起こるはずの出来事、ガネットの最後のシナリオ。止められるとすればそれは私たちだけだろうな。だが俺たちには力がねえ。圧倒的なガネットを倒すだけの力が、それに元の世界に戻る手段もだ。あの辺絵本にいくつか再起しようと試みたが到底かなわんだ。絶望だな。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、きっと。いつだってそうだったじゃないですか。無理だって思ったことも、実際もうダメだって思った時も、
僕たち何とかしてきたじゃないですか。そうかもしれません。でもそのガネットさんの計画を壊したのも僕たちです。神様みたいな存在のあの人の絶対の計画だって破れたんです。いつだってそうだった。肉汁くんが何も言わずに引っ張ってくれたと、助けてくれた。でももう肉汁くんはいないから。というか確かにダメかもしれない。もう無理なのかもしれない。実際あんなことが目の前で起こって僕だってそう思っちゃいます。不安です。でも僕好きだから。作り物でも僕が生まれたあの世界が、みんなと出会えた肉汁くんと出会った絵本の世界が好きなんです。だから。お、キーファー。嘘だ。キーファーさんどっから出てきたのそれ。なんか若干頭身が小さくないかい。キーファーさん、いつまでうじうじするか見ものだったかな。まあお前にしては上出来だったぞ龍か。キーファーさん、我が輩も同感さ。あの世界は長々長に居心地がいい。その世界を我が物顔でどうこうされるのは尺に触るわな。ならばどうする。反逆だ。我が輩の存在すらかけて我が輩は抵抗するぞ。奴が神だとするならば、神をも殺す覚悟があればいい。奴が無敵というならば、無敵のを破る力を示せ。我が輩たちが生まれた世界を、守るも殺すも我ら次第なのだ。キーファーさんかっこいいっすね。まあ、こんな時あいつがいたらちゃちゃ入れられそうだけどな。肉汁本体はどっか行っちゃってんのかよこれ。キーファーお前なんで。さてな、気がついたら我が輩もここに倒れていたよ。感覚としてはそうだな。魔王城の時と似ているな。何者かが我が輩に実体化するだけの魔力を与えてくれたというところだろ。つうかシンバはどうなったん。そりゃシンバ思い出したけど、シンバはどうなった。何者かってそれってなもんどうでもいいさ。それに悔しいことだが、おそらく一番仮を作りたくない男に仮を作ってしまったらしい。肉汁やつめ、自分が攻撃を食らった刹那、我が輩だけ、我が輩の魂だけ守りよった。肉汁がどうなったかわかんねえのか。とっさのことだ、把握はできんよ。だがな、魔王肉汁の魂もかろうじてだが生きながらえていたんだ。殺してでも死ななそうなあやつがそう簡単にくたばれた、いささか考えが及ばんな。そうですよね。じゃあまあそういうことなら、魔王肉汁にもう一度会い、詳しく聞き出さないとだな。おそらくあの場にいたガネット以外の人間は全員飛ばされたはず。魔王肉汁もこの世界のどこかにいるはずだ。戦う覚悟があるならば、守る意志があるならば、共に来い。ここからは反撃の時間だ。かっこいいですねキーボさん。守りたいから、今まで守ってもらったから、今度は僕が守りたい。まあ聞くだけ野暮だろ。どうかしてたよ。賢者ともあろう者が四国放棄とは聞いて呆れ、一丁救おうか世界を。ビビってたわけじゃねえぞ。ちょっと考えの整理をしてただけさ。行くぜ俺も。売られた喧嘩は買わなきゃ魔女が腐るってもんだぜ。まああいつだったらこういう時こう言うだろうな。どうでもいい。ちげえねえ。奴も守ろうとした世界だ。守りきってみせるさ。この場所から北の方角に小さい集落が確認できた。集落ね。ははーん。肉汁の装備とかステータスはキーファが受け継いでるとか。あららら、キャラクターがこれ。シェーショック魔王。魔王の太刀。ほう、魔王の鎧。完全防御って何なのこれ。完全防御って何なのこれ。つまりどういうことなの。クリームシチューって何なの。ツンデレブン補充って何なんだよこれ。アンガールズ、元祖魔王の怒り、ハリセンボン全能力上昇、魔王ガチムチ。これが魔法の鎧ってことか。アンタッチャブル、こういう名前だったのね。こういう名前だったのそれ。アンジャッシュ、魔王最終局地、痛そうに切る、恨みを込めて切る、マッハで切る、キーファが頑張って切る、キーファが超頑張って切る。適当すぎるだろ。適当すぎるだろそれ。なるほど。あー戻れない。来たね。敵出るのかい。あった、早速か。わ、なんだなんだ。ようこそ、ここは、この大陸は唯一の集落。わ、かわいい、めっちゃかわいいんだけどこれ。俺たちはすでに肉体が滅びた者たち。黒い幽霊は男、赤い幽霊は女。
どっちでもいい？ははーん。武器防具売ってんの？売ってんのかよ、それ。おかしいだろ、おい。いいけどさ。はーん。なんかつける？これ買っちゃるか。クロムハーツ2個買って。まあ、回復アイテムはまあいいかな。クロムハーツと、クロムハーツと、白銀の鎧だな。こんなもんか。幽霊でもご飯は食べるんだな。目の前にあるのに触れられない、食べられない。死ぬこともできない。やっぱ食べられないんだな。じゃああれの料理を一体誰が作ったんだっていう話になるんだけど。宿屋か。一応泊まっていくか。宿屋 BGM とか変わってるかな。特に変わってないのか。うーし。この花、魔界草という花。人の生き血を吸って成長する俺たちの血も。ははん。なんかいかにも王様っぽい幽霊がいるけど。苦しい。助けて。苦しい。教会。生きている時はみんな熱心にお祈りしたのに。今じゃ誰もお祈りなんてしやしない。祈っても神様は助けてくれないから。苦しいよ、パパ、ママ。息子が不憫でなりません。死んでからもなんでこんなに苦しまなければならないんだ。もうこの世界に人間はいないのか。この先にいるのが集落のさ、おばば様。死んでるのにおばばなんだな。おやまあ、生きた人間なんてさも珍しい。忘れられた大陸、唯一の集落へよく来たね。貴様がこの集落のおさか。おさ？まあ、そんなところだけど、その言い方はちと品がないね。里のみんなは私のことをおばば様って呼んでくれるよ。どっちが品がないかって言われると、おばば様のが品がないんじゃないか。おばあばあ様？突き殺すよ。まあまああのよ、聞きたいことがあんだ。私に答えられることがそう多いとも思えないけどね。実はな、カクカクシカジカ。ってわけでその魔王って男を探してんだ。魔王肉汁かい？知ってるんですか？ああ、よーく知ってるさね。よーくね。詳しく聞かせてもらえるか。この集落はもともと、はあ、隠れ里。あの時のか。あの時のっていうか、ついさっき出てきたあの話の隠れ里か？ほう。自然と共に生きて自然と共に死ぬ。すべては神の導きのままに。すべてをなすがままにあるがままに受け入れる。そういった部族だった。だからね、あの日魔王が軍勢を引き連れてここを包囲した時も、私たちは滅びを受け入れる。運命のままに滅びるつもりだった。だけど一人の変わり者の小娘がいた。この村にそぐわない変わり者の。その子は滅びを受け入れようとは決してしなかった。逆らおうとしたのさ。たった一人で魔王の目の前に出てあの子は叫んだ。この育児なし。死にに行ったようなもんだよ。残虐と謳われた魔王は八つ咲きで済めば、魔王さ、八つ咲きで済めば御の字。そう思ったんだがね、しかし違った。魔王は軍勢を自らの手で吹き飛ばして、たった一人小娘の前に立った。そして会話を始めた。何が育児がないのかとか。どうして人間のくせにとか、くだらない話さ。くだらない話は小娘に一生懸命答えて。魔王はひたすらくだらない話をした。そのうちに、魔王は毒を抜かれたのか、いつの間にか姿を消しちまったのさ。この里は結局その小娘に救われた形になっちまったよ。もう少し聞いてみるとしよう。せやな。それからさ、ほとんど毎日のように魔王はこの里を訪れた。正確にはこの里に住む この里に住む小娘のもとへね。毎日あの二人は町の外れの小川で話をしていた。昨日のことのように思い出せるね。私の目でも分かったよ。日に日に魔王の目つきが変わっていることにさ。なんていうか少しずつ、少しずつ。目に光が戻っていくのさ。まあもともとあれだもんな。魔王は勇者で人間に絶望して魔王になったっていう感じだったよね、確かね。なんとなくだけど安心し始めていた。そんなる日小娘が私にぽつりと言ったんだ。魔王さんはもう来ないよってね。明くる日朝、私たちは炎に焼かれた。けだだましく笑う魔女に、
焼き殺されたのさ。おそらく魔王の配下のね、ガネット。なるほどな、ここがその集落か。魔王肉汁が死んだ地、そういうことか。私たちは一度死んだ。だけどね、ご覧の通りさ、死してなお魂だけの存在となってこの地に縛り続けられている。自然と共に生きる私たちにとってこのざまは何よりの苦しみなのさ。この娘に助けられたこの集落は、この娘のせいで永遠の苦しみを味わうことになった。皮肉な話さ。昔話が過ぎたね。あんたたちの質問に答えようか。この大陸は極めて小さい。あるのはこの集落とあと一つ。更新の神殿。ほう。伝承に過ぎないか、数多くの世界とのつなぎ目になっている神殿。ほう。場所は北に進むと、ほう。森林地帯ね。他とは違う一帯に入り口がある。まあ、行けばわかるさ。曖昧だな。まあ、感謝するぞ。村が焼き払われた時、留守にしていたんだ。だからどうなったのか私にもわからなくてね。多分死んでると思うが、もしもさ。生きていたら伝えてほしいんだ。私が。おばば様がこう言ってたってね。いろいろありがとうよ。それって。ちょっとさ、あのさ、あれ、今更なんだけど、ため撮りでさ、ここまで、結構ため撮りで来てるんだ。かなりのペースでため撮りで来てるんだけど、で、コメントの反映とかは全くできてないんだけど、もしかしてあれか？あのさ、てっきりさ、別ゲームとのコラボイベントだよ、グヘヘみたいなこと言ってたけど、これもしかしてあれか？あの子ら関係してくることあるかな？なんか、総ツッコミのコメントが入ってそうだったけど、そういうことあるのか？フラグ回収になるか？きちんと、もしかして。にょん？もん？わ？わ？なんだここ？どこじゃい？どこじゃい？お？なんだここ？開かない。なんぞい、ここ。敵出んのか？敵出んのか、ここ。むむむ？うわ、もう引かねえと。いや、まあ、モヒカンだけど、モヒカンだけどさ、それ。ヤギ払え！かっこいいっす、キーファさん。キーファの、そういえば技のそれぞれのセリフ見たいね。使っていこうか。今のヤギ払えが何だったかわからんけど。ソー、アンガールズ。これかな、ヤギ払えっての。消え失せろ。おぉ、かっこいいじゃない。魔力が高いからめちゃくちゃ強いな。これなんだ？邪魔の障害物が押すと嫌がるスイッチ。なんだそれ。とりあえず押して、キャプテンキット。クリームシチュー。回復してみよう。ふん、世話が焼ける。ほう。針千本。あ、これやっぱり魔王の鎧なんだな。し、仕方ない。全然上がらへんな、それ。カチッとな。何が消えた？ガーゴイ、よーいじゃん。アンタッチャブル。目障りだ。じゃあ、投げ払えが一番強い魔法だな。なるほど。じゃあ、流血斬りやってみようか。うるさい。かっこいいな、いちいちセリフがな、おい。恨み切り。おう、勘弁ならぬ地雷。ガーゴイルが消えてるんじゃないかなって思ってるんだけど、違うのかい？マッハ切り。見えまいならばしねえ。かっちょいいじゃないですか。お、ガーゴイル消えてる。魔王斬り。魔王だ、身の程を知れい。超魔王斬りはなんていうのかな。レベル42。お、なんだこのコンピューター。なんだこれは。箱か、なんかチカチカしてっけどよ。
あの世界にはコンピューターなるものは存在しないのか。目に悪いです。あんまりじっと見るもんじゃねえぞ。やれやれ。箱の中に何かが浮かび上がってきたな。これは肉汁？むむむ？どういうことだい？ん？最後の晩餐、かくありき。そんなくだらない言葉を浮かべながら、静かに暖を囲む肌寒い夜。それが、俺の思い出せる最後の仲間たちとの思い出。魔王肉汁の前の思い出ってことか。そこの肉もう焼けてますよ。食い意地と元気が溢れる薬師の少年、ルカ。男の子だったんだ、もともとは。ほら、この焦げた肉なんてどう？皮肉で男勝りな少し寂しがり屋の魔女、ナタリー。もともとはちゃんとした魔女だったのかな？じゃあ揉めてる間に美味しいお肉は俺がいただきます。変わり者でどこかがおかしい賢者カイト。そして、肉汁あんた全然箸進んでんじゃねえ、進んでないじゃねえの。焦げてるじゃないか。あんたともあろうことが、まさか決戦前に緊張してんの？まいったな。ついつい笑みがこぼれてしまう。そうかもな。柄じゃねえって。言ってくれるね、まったく。でもさ、それもあるけど、やっぱりちょっと寂しくてさ。本音を言うつもりはなかったけど、寂しい。魔王を倒しても倒せなくてもみんなで囲む食事ってのは、今日が最後だろ。そう考えるとさ、つくづく柄じゃないわね。まあ旅が終わってもいつだってこうして集まることはできる。だが全く理解できないセンチメンタリズムというわけではないがな。楽しかったよ。お前たちとのこの旅。僕もです。本当に楽しかった。言わむずもがな。目の前が熱くなる。人生で今まで味わったことのない奇妙な感覚。最初はただの使命でしかなかった。王に命じられ。ただ漠然と始めた魔王討伐の旅。嫌ではなかった。でもやりたいわけでもなかったよ。隣人を守りたいなんてのはただの名目。王の使命だなんてのはただの言い訳。ただただ。ただただ一つの理由。それしかなかったから。親も友人も大切な人をすべてなくして何もなかったから。だから始めた旅で、俺は。ありがとうなみんな。絶対一緒に帰ろうな。笑い合う仲間。居心地よい空間。穏やかな時間。それが最後の仲間たちとの思い出。この後みんなはどうなんで死んじゃったんだい？これって魔王の方の肉汁の記憶。それに今箱の中に映ってた肉汁くん以外の人たちってガネットの言っていた私たちのモデルとなった人物だろうな。ますますもって箱庭館に拍車がかかってしまったか。やっぱりちょっとショックってのもあるし、それに魔王肉汁さんいい人でしたよね。それがなんでなどとくだらぬことを言うなよ、馬鹿女。結果が全てだ。奴が全てを引き起こした原因なのだ。同情の余地などあろうはずもなかろうよ。腑に落ちないもんはやっぱあんぜ。この箱の映像を終えた時、どこかで扉の開く音がした。連動しているのだろう。そしておそらくこの仕掛けは、要所にあるだろうか。先に進むにはこの茶番を見て進むしかない。胸クソ悪い神殿だな、クソが。ははーん。これで肉汁の思い出、過去の記憶がわかるってことか。こっちの扉が開いてるね。ここってどこでもセーブできる？できないんですね。総攻撃だい。あ、超魔王斬りやるの忘れた。次の敵でやろう。お、またイベントでしょ。さてさて、崩れ落ちる魔王。奴の遺言に興味はない。俺は横に倒れるルカの元へ駆け寄った。魔王戦でってことかのか。血が止まらない。喋るな。すぐ直すから。
ひどく喉が渇く。背筋が寒い。目がチリチリする。ふとルカが訪ねてきた。ねえ、肉汁くん。ナナレイちゃんとカイトくんは。視線を。少しずらすとボロ雑巾のように転がるナタリーの姿が目に入った。カイトの姿を探す。先ほどまで横で果敢に戦っていた姿は、すでに冷たい肉塊と化していた。夢であって欲しかった。傷は負っているけど大丈夫だ。お前が一番ひどいんだぜルカ。かろうじてルカの問いに答える。自分に言い聞かせるように。そっか、ダメだよね僕。そうだな。足手まといだったよね。そうかもな。あのね、肉汁くん。傷が塞がらない。それほどまでに深いのか。喋り続けるルカはまるで何かを悟ったようで、怖かった。僕さ、無事に村に帰れたら自分の店持ちたかったんだ。モテるさ。モテるよ、お前なら。平和になったらきっと傷薬なんかよりももっと、風邪薬とか頭痛薬とか、そういうお薬必要になると思うんだ。そういうのを作るの、きっと楽しいんだろうな。店のお客さんはナナリーちゃんとカイトくんと肉汁くんと、きっと大繁盛するんだ。頼む、やめてくれ。一緒に帰ろうよ。終わったんだよ。何もかも終わったんだ。僕の代わりに僕の思いを持って行ってほしいんだ。そう言ってルカは薬草袋を手渡してきた。ルカの血で染まった重い薬草袋。きっと平和になった世界は素晴らしいんだ。素敵なんだ。そこで暮らせないのは残念だけど。でもね、僕の生きた証がそこにあるのって同じぐらい素敵だと思うんだ。ナタリーちゃんもカイト君もきっと同じことを思っていると思うんだ。お前、肉汁君も優しいもんね。ルカがそっと目を閉じた。それはとても安らかな表情で。やだ、やだ、やだ、やだ。平和な世界はきっと。ルカは眠った。静かに、いつものように。ふと周りを見渡す。誰もいない。あるのは屍と、肉汁、俺だけか。けたたましい笑い声がその場に響いた。その笑い声の主は、俺自身。何にもできなかった俺はこの旅でいろんなものを得たはずだった。そして魔王を倒した今、また俺は全てを失っていて、それがなんだかひどく滑稽で。俺は、何のために戦ってきたのだろう。何のために生き延びたのだろう。全てに絶望してってことか。あそこの扉が開いたな。あ、また忘れた。また忘れたよ。大魔法的なあれを使うの。なんとか切り、つかだが、今回ちょっとセーブしたいね。今回ちょっとセーブしたいね。超魔王切り。切って捨てるしね。かっこいいじゃないの。うーし。よかった、戻れた。ちゅうわけで、今回のパートはここで切ろうかい？あ？なんだこれ。おかしくなってますよ、セーブが。まあいい。というわけで次のパートで会いましょう。またね。